こんにちは。この日は朝から横須賀でダンスレッスンしました。こちらは同じファイナリストのゆり子です。いつも元気もらってます。ありがとう。さて、東京九州フェリー浜湯に招待していただきました。外観もすごく大きくて乗るときに緊張しました。中は3階建ての吹き抜けで生演奏もされててめっちゃ感動しました。こんな感じで、すごく豪華です。ファイナリストの方々も感動してわーって言ってました。そう、こっから見る景色が絶対綺麗。なんと中には大浴場もあって海を見ながらお風呂に浸かれるのはもうほんまに最高じゃないですか。ほら、露天風呂まであるんですよ。もう最高。客室もこんな感じで海の上にいることを忘れるような豪華さ、もうすごい。またいつか乗船したいです。こちらが先月行った猿島です。また行きたいな。次は衣笠商店街へ移動です。こんな感じでレトロな雰囲気で素敵でした。もうすごい素敵。こちらは三浦家の甲冑です。ゆりえちゃんと写真を撮っていただきました。お昼はこちらでお蕎麦をいただきました。ペコペコやったので無言で食べちゃいました。めっちゃ美味しかったです。衣笠商店街最高。楽しかった。移動中はみんなお疲れの様子です。お疲れ様でした。浦賀ドックへ到着しました。スケールが大きくてほんまにびっくりしました。天気も良くて写真もたくさん撮れて楽しい。すごく素敵な場所でした。こんな笑顔から分かるようにめっちゃ楽しかったです。リアムさんからいただいたミスグランドジャパン T シャツを着てビーチクリーンに来ました。意識をしてゴミを拾うとたくさんあって短時間でこれだけのゴミを取りました。結構多かったです。海が綺麗になると心も綺麗になりますね。次は美術館へ移動しました。ホットドッグの差し入れをいただき美味しくて頬張りました。こんな感じでミシンで食べてました。めっちゃ美味しかったです。ほんまに。8月6日横須賀芸術劇場でミスグランドジャパン2022日本大会があるのでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。